こんにちは。サロウィン所属のスタイリストの飯島と申します。よろしくお願いいたします。本日は、アンブレラカラーという、ブリッジを使ったデザインカラーの案内をしていきたいと思います。普段僕は原宿にて、インナーカラーだったりアンブレラカラーや裾カラーなどブリッジを使ったメニューを多くご提供させていただいております。そういったものもインスタグラムにすごくたくさん載せていただいているんですけれども、海外のお客様だったりとかすごくいろんな方にも反響をいただいているので、そういったカラーを本日はしっかりご説明していければと思います。本日ご紹介するアンブレラカラーなんですけれども、アンブレラカラーというのは基本的に髪の表面だいたい4センチから5センチ幅ぐらいを取ってそこをブリーチしていくカラーになっております。パッと見の印象としてはすごく明るいハイトーンのカラーに見えるんですけれども、実際は本当に表面の少しの部分のブリーチで効果的に全体を明るく見せることができるカラーとなっております。理論さえ覚えていただければ簡単に誰でもできるカラーかなと思いますので、ぜひこちらの動画で参考にしていただければと思います。はい、ではブリーチの薬剤を紹介していきます。本日メインで使っていくのがこちらのアリミノの120ブリーチと、こちらアクセスフリーのパウダーブリーチ、この2つを混ぜて使っていきます。配分なんですけれども、アリミノの120ブリーチが2に対して、こちらのアクセスフリーが1、2対1で混ぜて作っていきます。混ぜて使っていく理由なんですけれども、まずこちらのアリミノの120ブリーチ、こちらなんですけれども、すごく抜けが早いお薬になってます。ですごく抜けた後の上がり具合、明度の上がり具合もすごく高いブリーチになっているのと、こちらのアクセスフリーなんですけど、こちらを混ぜる理由っていうのが、少しこちらは明るくなっていくスピードが遅いブリーチになってます。明るくなるスピードは遅いんですけれども、すごく明るくなる到達点が高いブリーチになっているので、まずこちらでしっかり明るくしていって、時間をしっかり置くことによってこちらでもさらに明度を上げてくれるっていうものになっているので、こちらを2対1で配合することによってしっかり明るく、1回のブリーチでもかなり明るくなってくれるっていう配合になってます。2剤のオキシなんですけれども、僕がブリーチするときメインで使っているのはこちらの YS パークさんの、6% のオキシになってます。こちらを使う理由なんですけれども、かなり固めのオキシになっているので、ブリーチをするときに結構柔らかめのオキシを使ってしまうとシャバシャバであまり髪にしっかり乗ってくれないので、こちらの固めのオキシを使うことによってしっかり髪にブリーチが乗って、抜けが良くなります。でこちらを2つ混ぜた後なんですけれども、本日ケアブリーチ剤としてこちらを使っていきます。こちらが、グリッターボンド KC というフレックス剤になっております。こちらなんですけれども、こちらを混ぜる理由としてはですね、こちらをブリーチに混ぜることによってすごくブリーチの質感が良くなる、髪もかなり切れづらくなってくれるので、質感向上と髪の強度を上げるためにこちらを全体の総量の 5% ですね、混ぜて作っていきます。それではこちらのモデルさんに施術をしていきます。今の髪の状態なんですけれども、毛先に本当に若干ブリーチの履歴がちょこっと残ってるのと、前髪若干ハイライトの履歴があるんですけれど、今日の施術には関わりないぐらいなので、ほぼ地毛に近いような状態からブリーチをしていきます。施術の内容なんですけれども、先ほど説明したアンブレラカラーで、ブリーチを2回して、今日は紫系のカラーにしていきたいと思います。はい、じゃあまずブロッキングがこんな感じになっております。だいたいここの分け取る幅が 4,5 センチぐらいですねになってるんですけれども、今日のモデルさんほとんどこう分け目っていうのがほぼ真ん中に近いので、だいたい真ん中ぐらいで今撮ってるんですけれども、例えばこの分け目の位置がちょっと左にずれたり右にずれたりっていう方だったら、例えばこう左にずれてる場合、ちょっとこっちの右のパートが髪の毛多くなってしまうので、そういった場合はちょっとこうずらした時に真ん中をずらして、さらにちょっと右側のブリーチする部分をちょっと増やしてあげると、髪を下ろした時に左右のバランスが、ブリーチの量が左右合うので、パートに合わせてこうちょっと左右にずらしつつも、ちょっとブリーチの量は左右調節していただけるとちょうどいいかなと思います。こちら前髪なんですけれども、だいたいですね、前髪がこう幅があったとして、だいたい3分の1くらい今取ってます。3分の1、4分の1くらいですねの幅で今取ってるんですけれども、このぐらいですね。これ以上ちょっと多くなっちゃうと、前髪の黒い部分っていうのがちょっと陰影見えづらいので、大体このぐらいの幅で前髪は取っています。で後ろなんですけれども、大体ですねこの辺りが、一番頭の丸みが出る部分、こう角になる部分になっているので、そこに合わせてこうぐるっと
丸く取っています。大体この辺が一番丸くなる部分ですね。から下ちょっと 1-2cm ぐらいの部分を下にして、ここからぐるっと合わせてやっていきます。はい、これでブロッキングができたので、ここをブリッジしない部分ですね、下の部分を、ラップでガードしていきます。で、そのラップする前なんですけれども、ここをブリッジするにあたって、この境目のこの部分のあたり、ちょっとブリッジが染み出してきやすいので、ちょっとそこをガードしたいので、こういう保護クリーム、こういうのですね、ちょっと使って、こういう感じでちょっと髪のラップを止める部分をメインに、こうぐるっと一周やっていければと。こんな感じでラップでガードしていきます。はい、ブリーチを塗っていく前にですね、こちら前処理剤を使っていきます。今日使うのがこちらですね、ロレアルさんのメタル DX という、前処理剤になってます。こちらをつけることで何がいいかって言いますと、ブリーチをこれからしていくんですけれども、その前にこちらをつけることによって、髪の内部の金属イオンというのを取り除いてくれる効果があります。それを取り除いてどういう効果があるかというと、金属イオンとブリッジが反応してしまうと、ブリッジが抜けづらくなったりとか、あとはすごく熱を持ちやすくなってしまうので、そういった金属イオンをこれで取り除くことができます。で、その金属イオンというのは普段の生活しているお水とかですね、そういうので蓄積してしまうんですけれども、結構これで除去してあげるというのが結構ブリッジでは大事になってくるので、こちらを使っていきます。こういう感じで髪のちょっと全体にかけていきます。まあ、あんまりびしょびしょにならないぐらいで、こちらはつけた状態で乾かさないでもこのままいける薬剤になっているので、はい、これで今ブリーチ剤を混ぜ合わせたところなんですけれども、ここからミキサーでちょっと混ぜていきます。こちらのちょっとミキサー使うんですけれども、こちらを使うことによってブリーチがすごくホイップ状になってくれるので、すごく髪に乗りやすくなってくれるのと、結構ブリーチ混ぜるのが甘いと頭皮に染みやすくなっちゃうので、これでしっかり混ぜていきます。はい、こんな感じで混ぜ終わりました。これで塗っていきます。で、まず最初になんですけれども、前髪から塗っていきます。前髪になる部分からアルミを使って一気に塗っていきます。ここ先に塗る理由なんですけれども、メインの部分は後ろから塗っていくんですけど、先にちょっとここの前髪は結構前の方に降りてきちゃうので、ちょっと後ろからだと塗りづらいので、先に前髪から塗ってしまいます。で、アルミで一回ちょっと覆っちゃうんですけど、これは後から後ろから塗るときに最後またちょっと合体させていくので、まあ、ざっとで大丈夫です。じゃあ続いて後ろから塗っていきます。こちら塗っていくんですけど、まず1線目ですね、こんな感じでこのぐらいの厚さでちょっと取ってもらって、一気に根元の方から塗っていきます。ただ根元のブリーチがちょっと膨張してですね、下にこぼれていきやすいので、ちょっと1線目は根元甘めにしてあげるといいと思います。ちょっと根元はカスカスな感じでちょっと塗ってあげて、あんまりベタ付けはしない感じでいきます。こんな感じで1線目塗れたんですけど、でさっき言ったちょっとその根元の膨張してくるっていうのが怖いので、こういうコットンでちょっと根元の部分は押さえてあげると、膨張してきてもこのコットンがブリッジを吸い込んでくれるので、あんまり下に染み込んでいったりはしづらくなってます。なんで1線目はこういう感じで、で続いて2線目3線目とどんどん塗っていきます。基本的にやっぱブリーチ、まあ、まず毛先の方から塗っていく方が多いと思うんですけど、まあ、こういうアンブレラカラーだと塗るスペースはすごく狭いので、まあ、一気に根元から毛先の方までガンガン塗っていっちゃって大丈夫かなと思います。基本的に僕はフリーランスでやっているので一人塗りになるんですけど、ちょっと前頭ブリーチとか、まあ、リタッチのブリーチとか一人でやられるの結構難しいかなっていう方もいると思うんですけど、この施術だと本当にブリーチする範囲も少ないので、一人でやられている美容師さんなんかもかなりやりやすいメニューかなと思います。まあ、ブリーチする範囲もすごく狭いので、まあ、初めてブリーチする方にもおすすめだったりとか、髪のダメージを気にしてちょっと前頭のブリーチするのをちょっと躊躇している方なんかにもすごくおすすめかなと。ダメージする範囲がシンプルに少ないので、そういった意味でもかなり初心者向けというか、カラーにあまりしたことない方にも結構おすすめは僕はしています。でこういう感じで表面のブリーチしかしないので、下に地毛が残るような感じになるんですけれども、
そうすることによってこの上のブリーチした部分の根元が伸びてきた時にもフリーになりづらいというか目立ちづらいようなカラーになっているので、結構あまり頻繁に美容院来れないようなお客様にも結構おすすめかなと思います。はい、こちらで、塗布が終わりました。これでだいたい15分ぐらいを目安に1回放置をしていきます。